はい。えー、ドリームアカデミアですね。えー、の新しい講義、追加しましたので、えー、9月ですね。なんか最近寒くなりましたね。まあ、秋っていう感じになってきたかな。はい。で、えー、フォローアップ勉強会ですね。こちら。はい。はい。えー、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、 2024年の9月でございます。9月はですね、12時間で5億の売り上げを作った村上さんから学んだことということで、まあ YouTube の方でね、結構その村上さんのプロモーション、まあ今回対談ができたので、まあちょっとプロモーションやってたんですけど、実際何習ったっていう話です。まあいっぱい習ったことあるんですけど、今回そのすごく、うんまあこれめちゃくちゃ村上さんから習ってめちゃくちゃ大事だよね、と。 これすご,すごく大事だし、売り上げ、なんだろうな。うーん、大事だし、あとはその、この12時間で5億以上のこの売り上げを作ったプロモーションの中で、最も大事な箇所っていうのがあるんですよ。で、この箇所がなければ5億は上がってないですよ。で、この箇所があるからかなり伸びてるんですよ。で、その一番ね、いろんな細かい要素はめっちゃありすぎるので、それ説明するともうすごいことになっちゃうんで、その一番大事なところっていうのを、 あのシェアしてます、はい、実際にその当時ね村上さんが継承その12時間でその5億円例えばこのまあいいやこれまあちょっと見ていただきたいんですけどあの当時その村上さんがその継承のプロモーション中その2通ぐらいあるんですよそのキ,キ,キーの文章がバーンってぶっ込んだ文章がでその文章を送るから売り上げがすげえ上がるんですよ跳ねるんですよ で、その2つの具体的などんなメールが14年前に流れてきたのかっていうのもシェアしてますので、多分おそらくその14年前のメールを受信するって絶対無理じゃないですか。で、僕はまあ原稿でまあ見てたので、まあその昔のメールボックスですけども、そこにまあ未だに受信の履歴があるわけですよ。で、それの内容をちょっとシェアしてますんで、それも合わせて読んでいただくといいんじゃないかなと思います。結構ね、パンチありますね。えぐってる感じですね。うーん。 まあ、ということで、あの、もう村上さんは01をもう教えてるおし、まあ対談もしましたけど、01を教えてるってことはほとんどしてなくて、今はその結構もう上の人ですよね。あの、経営者とか、もしくはまあ事業家。 の中でも、まあまあまあ結果出てるとか、まあ上のクラスを結構アドバイスしてることがあるんです。あ、アドバイスをしてるんだけども、昔はね、まあ01の人に向けてかなり教えてくれてて、僕はそこで学べてよかったなと思うんですけど、まあ今は村上さんから01を学ぶっていうのはかなり無理なので、うん、すいません、僕の言葉にはなってしまいますけど、あのー、 僕の方で学んだことをそのブラッシュアップしてここ大事だよねっていうのを伝えてますので、まあよかったらね、ぜひ聞いてほしいなと思います。まあかなりめちゃめちゃ大事な要素を言ってますんで。うん。はい。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。